まず当社の重なる品質問題によってお客様、そして関係者の皆様、社会の皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。ここからは調査委員会の報告を受けての当社の今後の取り組みについて会見をさせていただきます。本日付で取締役会長を辞任いたしました佐久山雅樹です。はじめにうるまからご挨拶、これにつきましては後ほどの品質問題のご説明の後に、ご質問のお時間を設けておりますので。この度の一連の不適切事案に関しまして、お客様、関係の皆様をはじめといたしまして、多くの皆様方に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを、改めまして深くお詫びを申し上げます。まず当社の重なる品質問題によってお客様、そして関係者の皆様、社会の皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。これまでの調査委員会の調査によっていくつかの原因が指摘されておりますが、私はこれらの中で最も大きな当社の抱える問題は経営層と現場の間の断絶であったと考えております。経営層は現場の状況を把握できておらず、そして経営層の発信する情報が現場に伝わっていなかったということで、現場の従業員には大変申し訳なく思っておるところでございます。取締役会長としての監督責任も痛感しております。7月の社長辞任を重く受け止め、取締役会トップとして監督体制強化のための取り組みを進めてまいりました。今般取締役会の議長を社外取締役にお願いすることも含めて体制整備のめどがつきましたので、私は取締役と会長を辞任し、けじめをつけさせていただくことといたしました。